ハッシュタグのブレイクコール。ここから足並み合わせて歌う光さす方へ。さあ始まりました、ハッシュタグのブレイクコール。よいしょー。はーい、1月10日木曜日19時を回っております。はい、このラジオはハッシュタグの神田正福治療安本清隆が送る上も下も右も左も関係ない、そんなラジオバレティマグテオンダルトルバドサッサイス。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。はい、ということですね、新年一発目のハッシュタグのブレイクコールですけどもですね、一応ですね、まあ福治療がね東京で滞在っていうことなんですけど、うん、どういう意味？もうあっち行くって言ってしょっちゅう帰ってきてますけど、うん、なんとですよ皆さん、また帰ってきてます。今日ね、はい、今日今一応オンダボードですよ。そうですね、オンダボードでもIn the airport ですよ、多分。In the airport. Still be in the monorail です。なんと一応ですね、生放送中に、はい、こちらに向かっていることでですね、はい、間に合えば、はい、また3人でね、はい、ラジオができるということで。He's heading to. He's heading to. FM Naha. はい、ということですね。さあ、じゃあ早速新年一発目、うん、いきましょうかね。一発目ですから。はい。新年にちなんだ季語もね、はい、入れていただきながら、じゃあ俺が振るね。すぐ逃げるように振るって言ったね。じゃあ明けましての、あ、明日からちょっとつ申し、神田誠です、よろしくお願いします、はい、多分絶対次の日も明日からって言ってそうですね。季語、うん、はあれですよ、はい、イノシシ年ですから。ああ、なるほど、そうですね。ちなみに何年ですか？僕はタツです。タツ、あ、竜、竜です。おお、うん、なんで言い換えたのかは分からないですけど、ちょっと立つだけじゃちょっと、ああ座るの方かなと思った。座る方かなって、どっちか分からなくなるから竜って言ったわけね。ああ、そうですね、ちょっとラジオなんでね、うん、はい、流暢ではなかったですけど、切り返してみて。はい、今年もこんな感じでやってみますので、皆さん覚悟しておいてください。覚悟しておいてください。はい、ということでじゃあ僕も振ってください、はい、どうぞ、じゃあよ、世の中を良くする安本清隆です、よろしくお願いします。季語って何？もう忘れてる。季語って何？まず3歩歩けば忘れるはあるけど、歩いてもないのに忘れてたな。じゃあ日本語が難しい、もうちょっと優しくしてほしい。じゃあなんで季語って言った時うんって言ったの？ちょっとなんだろうって思いながら流しちゃった。旅行に行った観光客か。なんで季語って、なんかそのお年玉じゃないや、はい、新年にちなんだ、はい、なんかそのワードとかあるさ、はい、そういうことですよ。ああ、なるほどなるほど、そうですか。なんかあれですね、新年、あ、ちょっとすいません、今周りにスタッフがいてちょっとパタパタしてるんですけど、別にパタパタする必要ないさ。ちょっと話題をパッと言いますけど、おみくじ引きました？お、変えてきたね。はい、変えましたよ。おみくじ引きましたよ、はい、お、何でしたか？大吉でした。おお、なんと僕も大吉でございました。あれでしょ、5回ぐらい引いたんでしょ。バカじゃねえの。全然抱負も何もないや。ああもうね、うん、皆さんはおみくじどう、今引いたんでしょうかね、引いたんでしょうね。この話広げられる自信俺ないんだけど。ある？いや、実は去年、うん、一昨年か、はん、激流っていつぐらいだった？激流は2年前か。2年前の時にも、はい、舞台成功祈願に向けて、はいはい、福治療と引いた時も大吉だったんですよ、うん、で、なんと去年は、うん、今日だったんですよ。今日？今日。マジ？はい。え、今日引くって強運だね。ほう、あ、なんかただちょっと聞いたら県外で引いたんですけど、うんうん、なんかそこの神社自体が今日が多いらしい。あ、そうなんだ。はい、ってところで、なんかすごいよ、引き出しみたいなところでスッて開けて、なんか巻物みたいにおみくじがたくさんあって、そこから一個取るで、ペッてやったら今日でした。
その時どんな気持ちだったんですか。もう強強としてましたよ。どういう意味ですか。これどういう意味ですか。今日やばい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 、もうあれですよ、狂気乱舞ですよ。狂気乱舞、はい、もう、もうあれですよ、今出た4つぐらいの単語、はい、お前の中でもなかなかレベルの高い言葉、うん、そうですよ、絞り出したんじゃない。もう今年はね、ちょっと日本人により近づいていこうと。何人だわ今、何人だわお前。今、日本とアメリカのハーフですよ。はい、いいように言ったな。でもこれ言いますと、うん、日本語半分しか喋れなくて英語も半分以下しか喋れなくなったんで、何人か分からないと。分からない、ちょっと自分の宇宙人ってことね。そうですよね。まあ今日宇宙人来ますけど、お前もよ。俺もか。だったらお前もオセロで言ったらお前も。泥の塗り合いすんな、新年から。新年から泥の塗左官職人か。はい、全然分かんないです。はい、ということでですね、はい、これ1時間に20時あ、まあ、それぐらいまでやってますので。じゃあなんであやふやだば。3年目入りそうな感じなのに放送時間あやふやだば。皆さんぜひともね、うん、1時間お付き合いください。はい、はい、そしてですね、まあこの、うん、去年の最後の放送から今、今日までいかがでしたか、年末年始。年末年始、はい、何があったかな。あ、まずね、はい、レントというブロードウェイミュージカルの全曲を歌うというミュージカルマラソンみたいな、はい、年越しカウントダウン企画がありまして、はいはい、それに出演させていただいたんですけど、はい、レント48曲かな、はい、歌いまして、おびっくりでしたね。もう、はい、カウントダウンする、はい、シーンがあるんですよ、はい、5,4,3 オープンセサミ、はい、ハッピーニューイヤーっていうところがあるんですけど、はい、それ、間に合わず。マジで、ま、間に合わずというか3分ぐらい早くて、はい、やばい、あと3分、あと3分って言ってるのに、はい、もうシーン的には、はい、5,4,3 オープンセサミって言ってて、はい、あれみたいな、お客さんもあれみたいな、あ、まだまだだけど、あれまだなんですけどみたいになって、はい、その曲が終わって、はい、次の曲に行く時ぐらいに、はい、僕もう世の中の時計は、はい、新年のカウントダウン、まさに5,4,3 なんですよ、はい、あれあれってなって、はい、ちょっともう一回やろうっていうことになって、もうグズグズのカウントダウンだったんですけど、はい、まあまあなんからしいなというか、あ、まあまあ素敵な感じでしたね。ああ、なるほど、いいですね。僕はですね、お家で、うん、ちょっと待ってね、はい、うん、触れないから早く入ってきて、はい、はい、やからが一人外でね、道端で座ってましたね、亮、うん、がね、はい、地面に座って外から見てたんですけど、はい、触れない子って思ったんですけど、はい、そうですね、似た似たしてたから、ちょっと悪態がすごいので、わじわじしてから触れました。はい、ということでですね、皆さんお待たせしました、東京から福地亮が来ましたよ、ということで、その前にね、はい、画面に座っていただきまして、画面に座、はい、どういうこと、画面に座っていただいて、はい、映ってください、映ってください、うん、はい、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。お前滑舌置いてきたんか。明けましておめでとうございます。これあれだな、あれだな、なった、時間差、時間差じゃなくて、なった、ニューヨークとかの時間ずれ、時差、時差、時差ボケ、時差ボケ、お前俺なんかより一番海外行ってるだろ。時差ボケだな、時差ボケ。はい、ということで、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。じゃあ早速ですが、行きましょうかね。明けましておめでとうの、お、大きな夢を、持ってまいりました。明けましておめでとうございます。その割には鼻声だけどね。名前言えよ。あ、福地亮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということですね。なぜ沖縄に舞い戻ってきたんでしょうか。なぜ、はい、それはもう沖縄が好きだからさ。言えてないしな。沖縄が好きだからさ。あ、なるほどですね。まあ本当は、はい、3月に舞台が、はい、ね、また沖縄で。またかよ。またかよ、本当に。やりすぎだろ。マジよ。どこに住んでれば。お前言われる前に言おうと思って準備してきてた。どこに住んでれば。お前帰ってきてからさ、1ヶ月も経ってないで帰ってきたよ。2週間しか行ってない。旅行か。むしろ沖縄の方が長いでしょ。何しに行ったば。何しに行ったば。敷金払いに行ったんでしょ。そう、まあ金稼ぎに行ったんですね。アルバイトしましたけど。アルバイトしました。敷金払いに行ったってことですよね。ということですね。じゃあ3月の舞台終わるまでは、まあ終わるまでいるかもしれないし、はい、
まあ、また仕事で、ちょくちょく仕事でっていうか遊びに帰るかもしれない。遊びに帰るこいつ仕事よりも遊びやすさはい、ということでこの3人でねやっていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。はい、はい、そしてですね、ぜひぜひあの我々はですね、あのコメントによって生きている生物でございます。食べ物がないと枯渇していくので、うん、はい、もうお願いしていきましょう皆さんぜひね、見てるからこびにこびてるな。はい、こびまくっていきますよ。もう結果は数字ですから、やっていきましょう。もう皆さん、結果は数字、うん、はい、そこ引っかかったなそこ引っかかった、流せなかった、うん、2019年そこら辺はね、はい、全部2019年やって、はい、やって最後にやってみる、付け足してみる、付け足してみるか、全部もう全部、はい、喋る言葉全てに乗り気じゃないけどやってみる一回やってみるだいぶ乗り気じゃないよ俺ああということですね、はいはい、2019年なんでね、はい、はい、ブイブイ浮かしていきましょうよ2019年、はい、ちなみに年末年始どうでしたか。年末年始、はい、年末年始は、はい、年越しましたね。原宿で、原宿で、原宿で何してたの。なんで原宿なの。なんか渋谷のスクランブル交差点のイメージだけど、なあそこはもうちょっと行きたいなっていうか目の当たりにしたいなって思ってたんですけど、今年原宿で表現が独特だな何、人がいっぱいだったの。いや、もうただ原宿にいただけなんですけど、はい、あの明治神宮の通りに、はい、屋台とかがこう並ぶんですよ、歩道、うん、歩道に、はい、そこにちょっと行って、はい、なんか屋台でご飯買ったりとかしながら、はい、俺初めて鮎の塩焼きを食べました。おー、なんだ、浜崎あゆみさんを見かけたのかなと思ったら、うん、魚の方の、魚の方だった、うん、あ、でも昨日、あ、一昨日かな、はい、あの新宿にいたんですけど、はい、いろんな街にいるないろんな街にいる2019、はいね、はいはい、そういうところでつけていくで原宿に、あ、じゃあ新宿にいたんですよ、はい、あの人を目撃しましたよ。誰ですか。あのダウンタウンの、はい、笑ってはいけないによく出てくる面白い、何人もいる面白い人どこどこどこ誰だだ吉本の社員の人いるじゃないですか、出てくるじゃないですか。あー、藤原さん。藤原さん、はいはい、あ、藤原さんじゃないや、じゃない、放送作、あのあれの人、高須、ヘイポー、ヘイポーさん、あ、ヘイポーヘイポーヘイポーが新宿歩いてるのを、お前呼び捨てやしあー、目撃したんですか。へえー、よく気づいた。おめでとう言ってた。いや、言ってないけど。お前なんでお前引いてるかそのギャグ、あざす。はい、2019年でしたテーマみたいに言うねじゃあもうね、あ、もう年末年始、もう年始です ね、うん、ね、なんかもう何、もう動いてたりするんですか。なんか皆さん企画とか何か舞台とか。その前にお前どうだったの。あ、僕はあの神田聖のそのやつを見に行こうと思ってたんですけど、神田聖のやつ、あのレントの、はい、見に行こう、はい、ね、見に行こうって思ってたんですけど、はいはいはい、なんかいかんせん、いかんせんいかんせん、いかんせん、ちょっと外をお散歩しながら行こうって思ったんですよ、はいはい、歩きながら、ね、歩きながら、はいはい、行こうと思ってたらあの間に合わずまたいでたわけ、またいでて、俺公園でまたいでたわけ、うん、あ、みたいな、あ、またいじゃったみたいな。で、またがってたんだ。またがってた。馬乗りで。馬乗りで、ね、うん。馬年ですから。違うし。違うし。じゃあ俺がね。お前が、ね。俺がね。生まれ年が。うん、そうそうそう。てかお前もやし。まあ俺もだ。うんうん、まあそこで、まあちょっと間に合わないと。うん。これじゃ間に合わないと。ってなったので、ごめんせえ。って言って。行けなかったから。頑張ってね。って言ったら、それ終わったところに飲みに行かないかっていう話がありました。ありましたっけ。ありました、ありました、はいはい、それでちょっとそれもなんかまあ後日にしようみたいな感じで、うん、今日なんと3人で飲みに行きますよ。飲みに行くっていうの、それの埋め合わせなの今日。違う違う違う、新年始の違う違う、3人で集まる。俺それ関係ないんですけど今日久しぶりにね帰ってきたっていうのもあるのであのちょっと夜ね3人でねご飯食いながらねいろいろ話できたらと思うんですけど、ね、
あとはプライベートなこと。そうですね、もうあとはもう僕はハサミの力がついにですね、フライヤーも完成しました。お、なんとチケット販売もできるようになりました。はい、はい、本番が2月の24日日曜日にですね、手だこショーホールにて、ワンステージのみ、うん、一発最初で最後の、ということですね。こちらハサミの力と検索していただければ、うん、なんとですね、うん、公式サイトも出来上がってるので、うん、見れちゃうというね。はい、そして動画も上がってるのでね、うん、ぜひチェック。あ、さっす、芝居とダンスとハサミと、ハサミとヘアショーもある。ハサミって芝居とダンスと並びにあったっけ。ヘアショーのことを、はい、ハサミでね、今ハサミと表現したわけです。2019声ちっさ。あ、ちなみに切れ味は悪かったです。皆さん、はい、お年玉とか買い、あ、お年玉っていうの違う、なんで違う、あ、宝くじか、買いました？宝くじ、はい、買ってないです。あ、買ってないです。今年は買ってないです。今年は買ってないのか。買った？僕スクラッチを買いまして、はいはい、なんと100円当たりました。おお、あ、でも0円よりかはいいね。そう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 、1000円買って100円当たりました。還元率 10分の1% ですよ。でも、あ、何枚買って？10枚、うん、うん、でも10分の1か。そう、スクラッチって100円なの？1枚200円。あ、じゃあ2000円だ。20分の1だ。20分の1か。あ、はい、でもあれだね、あれよりいいね、あの、うん、くじ引き、あの、あれさ、お祭りのくじ引き、 うん、あれよりかはなんか夢がある、うん。あ、ツイッターで、はい、そう、話題になってた、あのゾゾタウンの社長が、あー、はいはいはい、あー、1億円プレゼントのやつ、そうそうそう、はい、はいはい、あれやりました？やってないです。やってないです。あれリツイートしなかった？マジで俺やったんですよ。はい、はいはい、当たった。もうずっとその日1日あの DM、はい、ダイレクトメッセージを何回も開いて、はい、見てチェックしてて、はい、来てなかったっすね。あー、当選メールが、なんかあれニュースでなってて、うん、なんだろう、偽物が、はいはいはい、俺偽物もリツイートしてましたよ。え、間違って、間違って本物と思って、はい、本人と思ってやってたけど、はい、しかもこの555万リツイート、はい、あったんですけど、あれ全世界でリツイート数1位らしい。うん、しかもちょっと面白いのが、そのじゃあ第2位何かって言ったら、アメリカ人の男の子なんだけど、うん、ウェンディーズっていう、うん、ハンバーガー屋さん、アメリカでよくある、日本にもあるかな、あるんじゃないか、あるが、その公式サイトに何回リツイートしたら1年分のナゲットくれますか、うん、って、うん、あげたらしい。そしたらその公式サイトから、なんとか1億8000万リツイートしたら、うん、あげるよって言って、うん、なんと達成しました、そのところ。えー、自分のFacebook とかにシェアしてリツイートお願いしますってやって、見事彼は1年分のナゲットを手に入れたんです。これすごくない？すごい、うん、1年分のナゲットもらいたいから皆さんリツイートお願いしますって言って、そうそうそう、そしたら普通だったらなんか公式とかって返事しないさ、うん、その公式からこれだけ言ったらいいよっていうのが来て、1年分で、そのリツイートした文章はどういう文章だったのかな。英語だったから、うん、なんて説明したいんだろう。普通に私の願いをなんでどんなキラーパスよ。さっき半分アメリカ人とか言ってたくせにいきなり俺にパス出しちゃう。いや違う、だから単純にあれだよ、リツイート、こういうの来たからリツイートしてくれっていう。一杯引っ掛けできたっけ。全然ろれつ回ってないんだけど。おい、ちょっと副治療よりも俺滑舌置いてきたかもしれない。どっかにチンポイポイしてる。時差ボケ、チンポイポイ、時差ボケ。いや昨日なんか知らんけどさ、ずっと寝てて、で今日ずっと寝てた分なんか寝だめしたからか分からんけど、なんか夜中からずっと起きてるね俺。ナチュラルあるじゃん、ナチュラルハイだ、ナチュラルハイじゃん、うん、だからさ俺も徹夜したことあるけど、うん、ろれつは回ってたよ。お前眠い眠い言ってそう、言ってそう、言ってそう。いや確かに現実は言ってないやし。現実は言ってない。お前の頭の中だけで俺をかますな。俺言ってないから。びっくりや、何の憶測で。
やばい、いやもうあるんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。はい、ということですね。あの憶測ででもね、喋、はい、るっていうのはあの騙されかねないからね。あこの理論で言ったら、はい、お前これから犯罪しそうだな、うん、逮捕しますとあまり変わらんからね。そうだね、うん、大なり小なりですから。はい、めっちゃありがとうございます。オーディエンスの皆さんありがとうございます。はい、もうですね、あのいいね、FM ナフは外からも見えますからね、皆さん、ぜひぜひお時間ありましたら見に来てください。よろしくお願いします。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。はい、はい、ということですね。はい、はい、もうやってきましたけど、そこでね、僕はある情報をね、神田さん本人のところから聞きまして。お、何をですか。あの彼はですね、ちょっとね、年始にね、お引っ越しをしたんですよね。お引っ越ししましたよ、はい、それの お手伝いをしたんですね。はい、お手伝いをした、はいはい、その時にですね、神田生の同級生が、同級生がいまして、うん、あの神田生小さい頃どうだったのかと、うん、はい、まあ、はい、地元の幼馴染ですよ、小学校から一緒、はいはいはい、の聞きまして、神田生意外と真面目だった、うんうん、話してやってくださいよ、あの地区大会の話を。お前飛んだ引き出し開けさすな。言ってやれ言ってやれ。言ってもいいですけど、はい、言った後何これどうなるの。あ、俺手叩いて爆笑する。じゃあめっちゃ面白かったからね。言うけど、お前の飼い犬やし。ボール投げられて拾ってこいって言われてるみたいな気分なんだけど。じゃあ亮聞いててめっちゃ面白いから爆笑するつもりで聞いてこい。何の話。いや、あれ、あの陸上でだから何だったっけ、あの泣いて怒ってた話。ああ、あれ面白い。俺は腹抱えては。まあまあその話なんですけど、うん、あの中学校の時僕部活のキャプテンやってて、はい、でバスケ部、そうそうそう、はい、長距離がめっちゃ速かったわけ、うん、でまあなんか強豪校だったから、うん、陸上の、うん、で学校全体で一丸となってやる陸上のなんか大会に出るみたいなのがあったわけ、はいはい、学校行事として。あ、校内陸上みたいな。ね、地区陸上っていうめっちゃでかい、全校生とも、はいはいはい、当日応援に行くみたいな、はいはい、それぐらいでかいやつがあって、はい、まあ、部活が盛んなあの中学校だったんですけど、はい、もう全部活生もうほぼ参加する、うん、もう本当に一大行事であって、はい、1年生の頃からずっとやってたんで、はい、なんか3年になった時に、うん、バスケ部のキャプテンがなんかこうやるみたいなのがあったわけ。俺がいた時は伝統として、伝統というか慣習みたいな感じ、はいはいはい、習慣というか、まあ、あって で僕も例に漏れずそのキャプテンに任命されたんです、はい、でリーダーですよ。そうそう、学校代表ってことです。学校のリーダーってことですね。そうそうそう、この地区陸上に出るための。そうそう、めっちゃすごいよ。で、はい、副キャプテン、バスケ部の副キャプテンがその陸上の副キャプテンでもあったわけ、うん、でやってたんですけど、いろいろ副キャプテンがなんかいろいろあったんですよ、問題を起こしまくり、うん、まあ、今となっては普通のことなんですけど、はい、まあ、そういうあれだからみたいな、はい、で先生方、はい、で女子マネージャーとか、はい、いろいろ僕の方にプレッシャーが、来てたんです、はい、でそうでなくても僕はプレッシャーを感じるじゃないですか、はい、そういう一大責任があるから、はい、っていう中で、はい、もうみんなの前で喧嘩したりとか、うん、いろいろしてて、はい、副キャプテンと、そう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 、うん、でもうそれを全く聞いてもらえず、うん、悔しさのあまり気がついたら泣いてるっていうことがあったんです、うん、そういう話です。意見がね、それだけの話なんですけど、めっちゃ青春してん、うん、これを何顔、じゃこれをなんで話させられる俺の気持ちな。素晴らしい、今素晴らしい、神田先生、今気づいたら泣いてるな俺今もお前のせいでも。だってさ、あの違う、涙が2019年、あのぜひね、あの神田生っていう人間を知ってほしいんですけど、いいよ知らなくて。今チャランポランに見えるじゃないですか。誰がよ。でも昔の話聞いたら、うん、めっちゃ記憶力がいいっていうのを激推しされたわけ、うん、こいつは記憶力がいいみたいな、とか足速いとか真面目だった一面を見た時にどうしてこうなったんだろうって思って。変わらんから変わらんから。
って思いながら、ね、青春してたんだ。めっちゃ青春してたなって話聞いて、逆に羨ましいなって思いました、ね、うん、僕そういう青春じゃないんで、ちょっとてか真面目だね。何ね、真面目だよ。本気で部活とかこういうのでなんか泣くぐらいやるみたいな。真面目てかもうそれしか知らなかったっていうのもありますし、はい、うん、まあその反動で高校ではもうエクササイズ的にバスケやってしまいましたけどね、はい、しかも聞いたのがあのその部活がめちゃくちゃ、はい、あのなんだ体育会系らしくて、うんうん、長距離を毎日走ってるらしい、うん、で言ってたのが慣れすぎて、うん、走らんと調子出ないとか言って、あーやばそうそう、あの朝練とりあえず、5キロ走りましょう、うんうんうん、走るさ、うん、朝練シューティングするさ、はい、で普通に部活あ学校生活やるさ、うん、で放課後部活の時間になるさ、うん、とりあえず、5キロ走りましょうっつって、うん、5キロ走ってで中練やるさで、じゃあ坂道ダッシュ行きましょうみたいな、うん、やばっすね。もうそれがある、全く一緒。あ、だった。もう俺も全く一緒。そうなんだ。俺は高校の方がむしろ頑張った、頑張ってた、この同じような。あ、そうなんだ。どこもそうなのかね。そうじゃない、部活。そうかね、うん、そうなんですよ。へえ、泣いたことはなかったけどね。俺は最後の試合ではちょっと嘘泣きした。あ、みんな泣いてるから、みんな泣いてるから泣かないといけないのかなみたいな。どういうこと。嘘泣きしたんだ。もう最後の試合で先生と、はいはい、生徒、はい、この 部室の前で輪になって、はい、よく頑張ったお前たちはみたいな、はい、俺の本当に実力不足で、はい、お前らを勝たすことができなかったみたいな話をしてたら、はい、まあ、キャプテンとか、はい、あとこのレギュラーメンバーでめっちゃがっつり試合、はい、もうずっと出てたやつとか、はい、あと直前で足をくじいて試合に出れなかったやつとかいるんですよね、はい、周りに。僕もまあ、出ましたし、はい、まあ、レギュラーとしてね、レギュラーとして一応出てやってたけど、はい、その話をした時には、はい、俺は絶対泣こうと決めてたんですよ最初から。何言われようが、何言われようが泣こうと思ってたけど。決めてたんだ。決めてた。もう絶対これはもう泣くしかないじゃないですか。泣いとけかなみたいな。泣いとけかな、だし泣ける自分でありたいみたいな。俺頑張ったしみたいな。さすがにいろんなとこでわちゃくして、うん、このいろんなおふざけやってたし、はい、こうまあ若いからね。そう、何熱いやつ見たら、はい、ちょっとお前何やってればみたいな、はい、あの小バカにして、一生懸命が恥ずかしいっていうかをバカにするような、はい、なんかタイプだったけど、はい、ここしかないと思って、俺が変わるチャンスはここしかないと思って。自分でなんかもう設定したんだ。設定を持ってゲートを、ゲートを、生まれ変わりのゲートを設定したんだ。設定して結果嘘泣きだ。嘘泣きしてると思って横見たらシンはニヤニヤしてる。恥ずかしくなった、逆に恥ずかしくなった。そのいやいいですね。まあ、その青春不純だな。ちょっと笑うやつだ。ではですね、一回ちょっと CM 挟みたいと思いますので、はい、お聴きください。どうぞ。やっぱ沖縄で飲むなら泡盛だよな。君は何を言ってるんだい。ウイスキーこそが選ばれし者だけが飲めるお酒なんだよ。最近はコーヒー割りサングリア、いろんな飲み方で楽しめるのが泡盛なんだよ。ふん、なんてなんだね。喧嘩しないで。ラウンジオンザロードにはどっちもあるよ。 098-943-2205 生ビールもあるぜ。ラジオから足並み合わせて歌う光さす方へ。さあ後半戦回っております。19時30分ハッシュタグのブレイクをやっております。ウェイウェイウェイ、はい、
はい、副治療もね、あ沖縄からあじゃあ東京から帰ってきましてね、はい、今日は3人でやっておりますけども、はい、何ですか僕新年で、はい、初詣ちょっと家族で行くっていうのがこう毎年の行事としてあってて、はいはい、でこのも初詣賽銭投げてお祈りするまでに、はい、あのお客さんがた参列者がたくさんいて並ぶじゃないですか、うんはい、その中で、まあ、僕ら家族姉家族と、まあ、5人ですよね、はい、5人か7人だごめん7人いて多いの僕たちね、はい、でその後ろにまた家族がいたわけですよ、はい、夫婦とちっちゃい子2人女の子、はい、5歳と3歳とか、まあ、そんぐらいの感じなんですよ、はい、でもうほんとほのぼの した雰囲気だなと思って、もう晴れてるし、はい、お正月のちょっと寒い感じもありながら並んでたら、はい、後ろのこの家族が、はい、しりとりしだしたんですよ。ほうしりとりね、はい、でもうほんと何の気ないしりとりなんですけど、はいはい、その時に僕すごく思ったのが、はい、このちっちゃい子たち、ちっちゃい子とお母さんがやってるんですけど、はい、あこんなのって他に言わんだろうっていう話なんですけど、ほうほうほう、うん、ルビーと、はい、マリ、ルビーとマリ、しりとりの時しか出てこなくない？意味わかる？ルビーとマリオ、しりとりの時しか使わない気がするんですけど、うん、確かにこれ気のせいですか？いや気のせいじゃないやつ、俺気づいたわよ、はっはっってなった話なんですけど、だお前死んでるから何考えてるの？しかもですよ、はい、3歳と5歳の女の子とお母さんがやってるんですよ、はい、3歳生まれて3年しか経ってないのに、はい、ルビーとマリは出てくるんですよ。何なんすかこれ、何なんだろう、何なんだろう、だもうルビーとマリはあれじゃない、うん、もう常に王様みたいにこう、ね、椅子に座ってて、うん、でしりとりが始まったらえいしょって言って、あそろそろかなみたいな、そろそろかなって、よしちょっとアップしてるみたいな、はい、でもう常に何、うん、もうこの時しか仕事しない人たちだ、うん、でも来たら分かってるし、うん、ここはもう俺の場所だから、うん、誰も入っても既得権益がある、ね、排他的経済水域が水域がちゃんとしてるから、はい、もう誰も文句言わないんじゃない、あっちの世界では。何言ってるばお前他にあるルビーと僕考えたんですよ、結構20分ぐらい並んでて、はい、ルビーとマリ以外にあるかなって考えてたんですけど、はい、あんまなくて、もうルビーとマリはもうでもこの時にしか出てこないね。ラッパ使うラッパ使わんよ、ラッパな、うん、でもトランペットさ、ラッパって言わんよ、言わんね。あとなんかあるかな、メダカとか今いる、今いる、いないとも言われてるしね、うん、むしろ今っていうか昔もどこにいたかは知らん、知らんかむしろ音楽室ぐらいメダカに出会うのはあの飼育されたやつしか見たの歌の中でしか出会ったあるかな。ルビーはマジで、ルビーの後ビールって言われてまたルーが帰ってきた時のあの絶望感な、ね、ルーみたいなひねり出してルートビアですよそれ以外もうない、ルーマニアとかもう こんな系ぐらい、なんかよくやってましたね。なんでか絶対そうなるよね、しりとりって。それだったらさ、俺一つ気になるのがあって、多分これ全国共通すると思うんだけど、うん、なんか子供の頃に自然発生するあのタッチとバリアのやつ、鬼ごっこみたいな、はいはい、あれなんどっから来た、どういうこと、タッチってバリア効かないみたいな、あバリアの所作は謎だよな、うん、これたまにあのピースサインを閉じてこうやる時もあるさ、うん、胸の前で、胸の前でクロス、クロス、うん、これはなんだろうな、あれどっから発生するの、これあれでしょ、多分明治維新でしょ明治維新の時から多分ガス灯と同じ感じで普及してってんだ、だから多分どこの地域に行ってもあるんじゃん、されたの、あ
ちょっと分かんないから、ね。はい、バリアな。バリアってか。あの、ふいって触ったら、お前鬼みたいな。始まり、うん、始まりの合図。うん、あれ不思議だよ、ね。うん。鬼ごっこが、あれじゃない、原型じゃない。原型感ね、まあまあまあそうなんであろう。あとはあの小さい時の泥系の白熱具合、うん、あちょっと話戻るんですけど、はい、泥系の白熱具合で、はい、こんなにもかっていうあのやつがいて、はい、熱狂するやつがいて、熱狂するやつがいて、うん、それこそ高校のバスケ部のメンバーなんですけど、はい、もう外練を外で中の体育館のフロアがもう部活がいっぱいあるからシフト的に使えない日があって、はい、大体坂道出しとかいろいろやるんですけど、はい、ちょっと飽きたなっていうことになり、はい、走るっていうことで言えば泥系でもいいんじゃないか、あやってたっていうことになったんですよ、はい、その日ね。でしたらあのものすごく熱狂するやつがいてそいつは泥棒の方で警察に追いかけられるところでもう必死に逃げ回ってたんですよ、はい、で僕ら外に出るとちょっと危ないっていうことだったんで、はい、あの学校高校の塀一番外の塀、はい、より中だったらいい、はいはい、で中は校舎の中はあのいろんな文化部の生徒もいるから入らないってことにして、はいはい、外履きのまま行ける場所だったらいいっていうルールになったんですよ、うんはい、やってたらそいつものすごくトイレしたかったらしいんですよ、はい、でもトイレに行ったら捕まると、はい、もう捕まりたくないもう熱心にやってるから、はい、あのなんとそいつ、校内でパッションするというバカだな事件もありまた別の日には、はい、あの捕まりそうになって、はい、俺がおとりになるみたいな、はい、ものすごいあの塀というかフェンスを駆け上ったんですよ、はい、こうガシガシガシって結構な高さあるんですけどで乗り越えようとした時に足引っかかりそのまま下にバンと落ちてすねをあの有刺鉄線みたいなのでバーンって打ってもう血ダラダラなんですよ。でやば追いかけてる警察も一緒にいて一緒に逃げようとしてた片割れも、はい、もう血出てるしうわーってなって、うんやばいもう泥系どころじゃないもう解散解散もう待って一時停止っていうかもうダメダメダメみたいな時にそいつがあのうずくまって血流しながら言った一言が俺に構うな先に行けって伝説のことを言ってたんですよ。すげえ、うん、高校でもそんなにねそんなにもかっていうぐらい高校生で、うん、そんなにもかっていうぐらい本気がゆえの出てきた言葉だよね面白いそのセリフ本当に言うやついるんだっていう子供ってすごいね高校生子供言いがち高校2年生ですけど、ね、いや子供心がすごい未だに語り継がれてますよそのセリフは。すげえ普段から面白いやつ、そいつ普段からもう熱心になりすぎて、うん、でもなんかイメージ生なんかの周りは面白い人ばっかなイメージが。マジか、うん、あのお引っ越しの時もお友達が来てて、うん、あの一緒にお話してたんですけど、うん、あのその人なんてイギリスかどっか行ってるんだった。フランスに行ってて、ビデオ電話だっけ、スカイプね、スカイプして電話してる時に、うん、神田生の一言が、あれそれ俺の T シャツじゃねって言って、うん、仮パクしてた友達が仮パクしててあのフランスと日本でそれそれのだろうみたいな話をしてでそういう話をしてる引っ越しの当日も、はい、彼は僕のパーカーを着てましたカリパク手癖悪いなでもめっちゃ面白い人でした、ね、まあ特色なんですかね地域の分かんないです分かんないです。具志堅の人みんなそんな分からん。お前今あれだよ、うるま市通ったらお前後ろから刺される気をつけろサトウキビで殴られるよお前頭殴られる頭殴られるヘルメットつけてあるまあということでね、もう19時40分に回りましたけども、うん、なんかありますなんかありますなんかあります、うん、なんかあるかな。ひばりみそらひばり、いやみそらじゃなくて鳥うぐいすとかそういうスズメみたいな感じで、そうそうそう、ひばりっていうひばりっていう鳥がいて、はい、で最近
あの東京でひばりを見たんですよ。ほう。日本の鳥って感じなんですよね、見た目も。どこで見たんですか？あの所沢、埼玉か、あれは分からんけど、分からんけど、あ、普通に街歩いてたら街路樹とかにパッて行ったわけ。街路樹に群れで住んでる、へー、からひばりさんひばりさんがめっちゃ大量にいるわけよ、うん、そうなんだ、うん、1匹でいるのかなと思ったらいっぱいいるんだ、大量に、うん、なんかあのよく映像とかで鳥があのわーって動いて、はい、なんか芸術作品みたいになる、一つの生き物みたいな、うん、あんな感じで木の周りを飛んでるんですよ、みんな。そんなにいるんだひばりって。そうそうそう。であの鳴き声はもう和の鳥みたいな。いや、ちょっとやってみて、ね、みたいな。ヤンキーでしょこれ。ヤンキーが人呼ぶ時じゃないの。お前結構いろんなところ行ってるんだな。うん、そうだ、ひばりを初めて見て、はい、なんかいいなと思った。日本にこんな鳥がいてよかったなって思ったやつ。なかなかの正月ボケが抜けてない具合。なるほどね。ね、ちなみに鳴き声は、ちなみに変わってるやつ。22 ちょっと来てみ。絶対に人仮名されるやつ。なんかあったかなって考えたらそれが一番最初に出てきて、ひばりがね、うん、もうね。あ、僕、はいはい、去年年末に新年の、はい、抱負ということで、はい、言った、いろいろ言ったんですけど、4つぐらい言ったんですけど、その中の一つに肉体改造っていうふうに入れたんですけど、はいはい、年末から、はい、ランニングしております。あ、マジで、うん、1日7キロマジやってんの？毎日1時間毎日、今日はやってない。あ、今今日だけやってない。まあまあまあ、まあ、そうそう。だから明日からは、さっきの話、明日からもやりますよ。やるな。さっきの話じゃないですけど、はい、ちょっと、うん、あの走らないとあれみたいな感じに なりつつあります。マジやばいな。そうそうそう、確かに。俺も早起き してる今。どこで文節の切り方すごいな。早起きしてる。早起きしてる。何時に起きてるんですか？まあ、なるべく早く。まあ、今日は8時半に起きてる。なるべく早く。遅いやし。遅い。まあ、今までの感じでいくと、まあ、10時とかに起きるのが普通だった。11時とかね。はい、8時半に起きるようにしてて、はい、もう早起きに慣れてきた。あー、マジか、うん、何時に寝てるんですか？もう寝るのはバラバラです。2時に寝る時もあれば、まあ大体2時ぐらいかな。あ、まあ6時間あればね。そうそうそう、なんかな、そういう体になるんだなって思って、習慣がつけば。そうね、うん、俺走ってる時に、うん、ちょっとだけ、あ、俺ビビりかもって思う時があるんです。はい、実家の近くを走ってるんですよね、はい、まあ、いつも同じコースを、はいはい、でその大きい環状線の交差点に、うん、あの花が置いてあるんですよ、はい、あれなんかその不幸があったんでしょうね、はい、でも僕は分からないですよ、何があったかは、はい、でも何かがあったことは分かるんですよ、花があるん で、はいはいはい、でそこ通るときにいつもあのドキドキしてます。あ、霊感全くないんですけど、多分気の持ちようなんでしょうね、はい、あの必ず鳥肌立ちます。だから結構しんどい場所に差し掛かるときにある来るんですけど、その場所が必ず、はい、3秒ぐらい、手を合わせてます。ああのなんか俺ちゃんとあのやってる人だからねっていう。はい、はい、でも不芸に扱ってないからね、チキン具合ね。そういうこの鳥肌立ったりとか、うん、するときって本当に、はい、待って怖いんですけど、なんですか、うん、そういう鳥肌とかっていうのは怖いから何もないけど鳥肌が立ってしまうっていうことではなくて、本当にいるっていう、鳥肌にも理由があるんですか、うん、
らしいよ、はい、な、なんてお前のせいでコースがきっと変わりますでしかも、うん、手を合わせたりとかするっていうのは、うん、優しい人って思われるから、うん、ついてくる、ついてくるっていうのも言われてる。じゃあ何どうしたらいいわけ。俺はファブリーズかけられる。ファブリーズえファブリーズ聞くのあれ。自分によ。あ、え自分になんか聞くのあれ嘘え、マジで言ってる。聞くって、俺は清高から。お前初耳のくせにじゃあこれは清高から聞いたことある。じゃあ本当にやるんだったら一応お米とお酒とあの精製水。いやそんなん持って走れんでしょあ、でも帰る時の入り口でいいさ。あ本当にやるんだったらね、うん、あとお酒だ、ごめんお酒。水、あれでしょ、お塩でしょ、お塩、米、酒、で、精製水。待って、こんなに膨らましたら俺軽い気持ちで共有したのになんか割とでっかい感じになったから怖いんですけどまあなんか、はぁっていう扱いはあれだったけど普通に走ってもいいやあ、もう普通にね、はい、ひばりみたいにね、はい、うちのおかんも言ってましたよ。ひばりのように、まるでひばりのようにね、はい、うちのおかんも言ってましたよ。なんて、あの見えてようが見えてなかろうがいないと思えばそんな変わらんって。なんか説得力が全然ないっていうか、なんかあまり共感できない何をくぐってきた人だからそれを言えればおかんがいや毎回だってさ、ここ通ったらお前ここ通んなよとか言われるの。一緒に運転してた、俺が運転してて、うん、で隣に母親乗せて送り迎えとかしたりとか、用事がある時に行く時に、うん、こうブーンって走ってたら急に母親がおいみたいな、お前ここ通んなよみたいな、えみたいな、あ指差してあの道通んなよみたいな、普通に言われる。オーケー。これうるましですか。いやこれは夜なばるです。はい、よかった。はい、まあそんなのはねいいんですよ。なんでお前ちょっとガチ風なんですよ怖いやなそれは。こんなのはね、はい、怖かったんだ、まあ、さっきまでなんかじゃあ俺の上から先輩、2個上の先輩ぐらいの感じで見てたら実は同級生だったよ。うちは日常茶飯事だから、こいつも怖かったんやしでも2019年、いいね、そういう決め事いいね。じゃあ俺も1個立てようかな。どういうことですか。まあ何かをやるってこと。太る。あ、太る。うん、真逆ですね。じゃあだから、でも最近ちゃんと食べるようにしてるんだよ、3食。うん、毎日。あ、でもなんか若干健康的になった感じするでしょ、でしょ。うん、かな。なんかこけてなくない。うん、こけてない、うん、顔がふっくらしてきた。そう、そう、そう、うん、そう、最近気づいた。あ、みたいな、俺ちょっと体が健康的になってるって思ったんですけど、うん、このハサミの力の稽古で、はい、ダンスを久しぶりに、何年ぶりだ、うん、2年ぶりぐらい踊って、はい、もうみんなスイスイやってるんだけど、一人だけゼーハーしてました。あ、出るの。出ることになった。おお、はい、出演もするんだ。はい、はい、今のでジョーが聞いてないということが分かりましたねそうですね、ラジオ聞いてないって。こいつ出てない回の公演は聞いてない、はい、聞いてないですね、こいつ東京でちょっと聞かない、あえて聞かないようにしよう。こいつお前叫んだあえてつければいいと思う。あえてね、いい意味でとかな最近こいつ電話も取らんしよいやまあね、こんなもう緩やかなメンバーでございますけど、そろそろ時間ですから緩やかな緩やかなメンバーでございますけどもどういうこと、どの立場なんだろうだってさ、俺じゃあ言うけど、蝶ネクタイの司会の言うことあのさ、グループラインがあるんですよ、僕らハッシュタグ3人だけど、はいはい、ありますね。毎回電話するけど誰一人とらん、そして誰一人として返信がない。 あれ誰も取ってないの。俺リョウが取ってるのか、お前が操作ミスしてるもんだと思ってたけど、違うあ、そうなんだ。2人でに1人1人電話するの面倒だから、グループラインでグループ通話をしようってやったのに、うん、俺皆さん聞いてください、俺4回ぐらいやってんのに1回もこいつ出なかったから、うん、俺よくリョウと電話するなと思って、うん、リョウに個人的にかければいいのに、あいつ操作わからないんだなってくらい思ってたもん俺それ思い込みだな、思い込み。いい意味で、うん、いや俺もあのせいさんと同じことを思ってましたねお前俺の後ろに隠れようとしてるだろ。本当に2人が電話した後なのかなって思っていたけど、それを俺も尋ねることもしなかったし、清高も俺たちに
お前ら電話出れやって言わなかった、うん、これはこいつらやばすぎる。完全にあの言葉足らずのもうダメなあのカップル の, あの典型ですよ。火はどこにあるんですか。火はどこにもない。誰も悪くない。誰も悪くない。あもう誰も悪くないってことか。そうやばすぎる。誰も悪くない不起訴ということになりました、ね、おじゃあ今度お前ら取れよってただ、うん、ごめんね。いいよ今日はね、今日はね普通に3人で飲みますからね。何このイチャイチャ、何なんで今急にイチャイチャしたし2人これからはね、ちゃんとしようね。なんであいつ彼氏ずらするわなんかひばり見たからかな。ああ2019年、ひばり見たから心が穏やかにまったりなった2019。なったって終わってるみたいでしょ。ああ、あとあれだ、平成が4月まで伸びたんでしょ。伸びたっていうかそもそも5、4月4月まで。あ、そうなんだ。で5月に発布、あ、施行、施行、あ、4月末までは減った。4月にあドーンってバーンってやって5月に執行される。執行される。4月31日30日、そこら辺は あのあれです、グラデーションで、グラデーションで見えない、ちょっとピントがぼやけて見えないな。じゃあ我々は奇跡の年を体験することができる、昭和から平成になることは体験できませんでしたけど、新たな年号を俺3つまたいてるからね。あ、そっか、うん、そっか。明治もっと尊敬してほしいし、できるならジュースとか何やら俺に買ってほしいよね、うん、3つまたいてるしで、今、え、何明治誰が明治明治明治多分聞き逃さなかったんですけど俺、うん、聞き逃さなかった。え、明治をまたいでると思ってるの大正大正大正、昭和、平成。びっくりするな、お前。なんでなんでなんで俺何歳だわ大正何歳だわ俺年金昭和の前に月に2回もらえそうだ、うん、じゃあ昭和のからで、昭和、平成、そして新しい。あ、そういうことね。あ、だから3つ、そういうことか。あ、なんだそういうことね3つまたいでるっていうか、もうすでに3つまたいでるんだから有罪です有罪、お前はい、もうね、日本語そろそろ勉強し直さなければいけない時期になってしまいましたね。2019年、またずっとですけどねまた噛んでるけど2019年ね、早起きをするダイエット、肉体が肉体のダイエットでダイエット、改造で、逆にデブエット、デブエット、エットって何、はい、デブエット、ダイが痩せるみたいなことマイナスだと、そうそうそう、日本和製英語ですよ。お前しか通じないけど。いや絶対通じない、他の人も通じるでしょ。うまく増量、増量、そうだね。もうあとは体力つけないとね、そろそろマジでね、あのちょっと言い方悪いですけど、普通にスポーツできないぐらい、うん、3分間リング走れん。バスケショー、みんなで。あ、いいね、バスケショー。あとでやれこの話この話あとでやれはい、ということです、ね、19時53分を回っておりますので、ね、皆さん告知ありますか。はいはい、どうぞ。そう、さっきあの冒頭で清高がなんで帰ってきたのって言ってくれたと思うんですけど、はい、あの3月の、今日なんかイチャイチャしてる。3月の9、10日に僕また沖縄電撃に出演することになったんですけど、はい、で、まあそれは皆さんまた詳細がどんどん出てきたら、うん、はい、あの報告しますというのと告知しますっていうのと、はい、あとあの双子の片割れ福地真もうこの今回の舞台出演が決まったので、はい、まあ、初双子共演ということで、沖縄にいる福地亮と福地真を知っている皆さんはもう皆さんがあの劇場に来る、はい、ということは決まってますので、みんな劇場に来るの決まってるから、告知という名の脅しね、脅し、はい、ね、ぜひ3月の90はもう皆さん、はい、あのすぐ劇場に来てください2019、はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、私安本清高舞台演出兼主役になりました。お、はい、ブギーバックというハサミの力というですね、美容師さんのヘアショー、うん、が、毎年2015年からか、はい、毎年やってて、名古屋だったり沖縄、東京だったかな、やったりしてるんですけど、そこでですね、初の、僕の
他のチームのクロス&ノッツも関わり、そしてスタジオパフォが振付師と入り、あのですね、総勢多分ねもう3,40名いるんじゃないか、全部で美容師とかも合わせて、合わせてスタッフも込みだともうちょい増える、全盛期のモームスぐらい、そんな多かったの、あこいつきっと、きっとっていうやつ、はい、こちらがですね AKB48 でよくないか、その例えだったら そ, う、うん、そこら辺世代か、まあ世代だな、あ3つまたいでるからねこの人は、あそうだな、まあいいでしょう、はい、ということですね、はい、2019年2月24日日曜日手だこショーホールにて行います、はい、はい、オープンが17時30分ブースもありまして、そしてですね会場が18時から、そしてスタート18時半から1時間、約1時間から1時間20分程度となっております。全エリア指定席となっておりまして、前売り3000円、当日3500円となっております。あのこちらお問い合わせはですね、僕ではなくあのハサミの力ホームページからか、そこ の, あのサロンさんに、うん、お願いします。フライヤーも配信、あもう来まして出来上がって、はい、配布開始となりまして、そしてですね、あと動画、これ企画で僕がやったんですけど、動画でバージョンでシーンというか、うんうん、ストーリーをやっていくやつを上げていってるので、告知動画やっています、はい、そして1月30日にミスチーさん、そして2月14日にはこちらの FM の方にリラキスさんのラジオにもゲストで出演しますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします、お願いします。はい、それでは今年も1年よろしくお願いします。それではまた来週バイバイ。この番組はラウンジオンザロードの提供でお届けしました。